うん、それ悪徳天皇の血筋である徳川家康の影武者、そうですね。それはどういうことかというと、徳川家康は、まあ、本人はもう早いうちからもう亡くなってた、うん、もうどうしたらいいかという時に明智光秀は徳川家康の影武者を立てた、うん、その影武者っていうのが安徳天皇、それ安徳天皇っていうのが そういう安徳天皇の血筋の、その徳川家康は一体どこの出身かと言った時に、まあ、自分がね旅をした時に弘法大師様が3つ今回行きましたよね、まあ、回って歩いたですよね、うん、3つですね、はい、3つのお寺さんが近い 4つですね、3つね、うん、それも1000年以上の歴史のあるお寺さんが3つ江戸川のところにあって、ちょうどそこの駐車場のところが自分がお世話になってた会社の駐車場になってたと、そこから動くなって言われて、約3年5年4年そこにいることになったんですけどね、なんでそこにいることになってるのかっていう理由が、そこでいろんなことを通信を受けていろんな場所に行って、ああこういうことがある、ああいうことがあるっていうのを学んだ年でもあったと。で、人と会うきっかけにもなったと。そこにいることによって今の白虎の夜分とも会って、今の行動が始まることにもなるんですけどね、それもやっぱり安徳天皇のその力のあれ、なんていうのかな、神事のそれに乗っかった話、決められた歴史の中でうちらの行動も全部そこに記されてたんじゃないかと。で、その弘法大師様がいる寺1200年のそこに徳川家康の影武者はそこで生活してたんじゃない、その付近でね、そのお寺でお世話になって幼少時代を過ごして成人になって徳川家康の影武者になったんだっていうようなことが光の民からの通信と自分たちの調べといろんなものを考え、とんちでひねってバカラで考えた時に行き着いてたとこがそこだったと、うん、それずっと後に出るんですけど、その思想がそこにまだずっと後です。一回読んでみますか。はい、よろしくお願いします。ワンパルパフレーズ、はい、ね、ますか、はい、安徳天皇の血筋である徳川家康の影武者、その後安徳天皇は千葉市の導きにより今の東京江戸川区の地に移り住み生涯を送った。その地には弘法大師が立ち寄ったといわれる1200年前に建てた3つの真言教の寺があり、安徳天皇はその地に行けば守られることからその地に安住した。そこで安徳天皇の血筋で生まれた子供が徳川家康の影武者なのである。だから安徳天皇はさつき姫が旅をして三種の神器を隠した場所を知っていた。徳川家康の影武者、明智光秀は天界、ここ行きますか、はい、そうですね。そして、明智光秀は豊臣秀吉が天下を取っている間に次に徳川家康が天下を取ることを考えていた。実はその徳川家康とは影武者であった。徳川御三家に三種の神器がある場所をそれぞれ一つずつ教えていたのである。それはなぜかというと、その御三家が喧嘩しないように平等に御三家の力で一つの職業を成り立たせるという仕組みを作った。今の東京都江戸川区に生を受けた徳川家康の影武者によって徳川家の時代が始まった。明智光秀は天界となって日光東照宮を建てた。天界が明智光秀であるという筆跡鑑定が出ないのは
明智光秀の手が戦いで負傷して文字が書けなかったので代筆する数人に書かせていたからである。徳川家康の影武者が龍角寺の境内の神の間に頻回に寝泊まりしていたのは平の将門公の子孫だったからである。関ヶ原の合戦に勝利した日が神田明神の祭りに値すると光の民は言う。それは神田明神で手を合わせて戦いに挑んで合戦に行って勝った日が神田明神のお祭りの10月1日である。神田明神様は平将門公である。これで平将門公が龍角寺に本拠地を置いて徳川家康の影武者まで話がすべて一本の線でつながるのである。ここですね。まあそういうような道筋っていうかそういう歴史を幅広く見ていった時に何が正しいかじゃなくて何がしっくりくるかっていうようなものを考えていろいろなパズルを組み合わせていきました。それとうちらが中心によって行ったところで撮影した写真に写ったもの、それに基づいて調べ上げた事実、いろんなものを組み合わせていった結果そういうのが正しいんではないかというような結果、恐るべき事実というか誰も考えないような事実がそこにあったんじゃないかというようなものを考えられると、織田信長の本家豊臣秀吉がそうだ、言わず聞かざる見ざるっていうのは二所東東将軍ね、あの猿っていうのはね、あの光の民が言ってたんだけども、日光東照宮のところに猿はいなかった。